どうもどうも。今日は編み込みしました。そう、今日はね、東京に 行ってきて、また帰ってきました。日帰りです。でも近いうちにね、またお知らせできそうなのでね。そうそう。お待ちくださいな。東京に行ってきました。 いや、全然撮影とかじゃないんですけどね。でも嬉しいことですよ。撮影ではないけどね。でもね、なんか次につながったらいいなーって思いますね。なんかほんと。ボンちゃん、ありがとう、タワー。ボンちゃん。そう、つながったらいいなーって。今日関わった方にも STU のことを知ってもらって、メイキング楽しかった。お、よかった。 少しでもね、いい印象を持ってくれたらいいなーと思います。メイキング楽しかった。あ、そうです、初めて会う方とかに、そうそう、お会いしましたね。アイスボックスのメイキングよね、多分。そう、メイキングもすごいおすすめです。超メイキングすぎて、私のふとした感じが全然映ってる。全然意識してないところも映ってる。沖さんとかもね、面白かった。沖さんがなんか、そう、私のフレフレ大人が結構難しかったんなんか知らんけど、フレフレ大人。ボンちゃん、フレフレ全力ありがとう。アイスボックスありがとう。そうで、そう、めっちゃ難しくて、めっちゃ間違えてて、3人でめっちゃじゃないけどね、そう、間違えてしまって、そしたらそれをなんかサイアンのなんかこのポンポンが視界に入ってきてって言ってきたけん、そうそうそう、
あーってあーってなってそうそう、あとそうなんか機械のようにフレフレ全力アイソックスって言ってるやつがみんなであるんですけど、動画の最後に出てくるやつ、みんなでやったやっとるやつ、そう機械のようにフレフレ全力アイソックスって言ってるやつがあって、めっちゃ俊敏なで正確な位置でその時にね、そう私の頭にねポンポンがめっちゃ当たってるんですよ。それが面白すぎてやばい。多分一回だけ本当に一回だけめっちゃ当たって、それか多分もうあのあれになったオッケーになってるやつ多分。そうそうそう。何テイクか撮りましたよね。でもちょっとなんかそうゆめりんさんの手が多分長すぎて、そう長すぎて手が、そうそう時々ちょっとカサカサってここにね当たっとったけど、あでも全然良かったんですけど、そうその一回だけめっちゃポーンって当たってえってなってごめんってなったけど、まさかのそれがそれがオッケーになって、すごいよ、めっちゃポーンってなってるけん、めっちゃ面白い。めっちゃそうここに耳、ここの耳、耳が近いやん、ここにそうそうカサカサってあ面白い。そうそうフレフレ全力アイソクー面白かった。自分っぽいですよね、なんかそういうミラクルを起こすの、ミラクルっていうかそうそうそう。そうそうそう。ミラクルが起きるんでね、何なんだろうね、普通ないよねってやつね、多分そう一番良かったよ、フレフレ全力が。私にとってはもうそれがね、そう でしょうね、癖になるフレーズ。確かに、あ、頑張るからミラクル起きる、あ、そうなんですか。ですね、メイキングもおすすめです。インタビューの方私途中から何言ってるか分かんなくなったんですけどね、途中から何が言ってるか分かんなくなって、なんか全てが分からなくなった。そうなんですか。いや、違います。
アクスタってさ、え、あれやっぱり4月4日からのレシートでキャンペーンがなんか応募できるみたいになるんですよね。あ、さやのインタビューなかった。あ、本当ですか。あ、じゃあ多分あれかも、途中からなんて言ってるか分からんすぎてあれかもしれないです。あのなんて言ってるか分からないすいません、ちょっと、あ、本当ですか、すいません、やんどちょっとやばい、あ、本当ですか、なかったです、あ、多分これですじゃん。実際は一番最初に感想は言いましたけどね、実際は。やばすぎる。そっかそっか、そっかそっか。いなかったんじゃないかってぐらいインタビューの出なかったえ、嘘。でもね、2回ぐらい発言するの場面はあったんですよ、2分の0。そっか、2分の0か、やばくない？ごめんね、なんか2回とも私が言ったことがなくまああるある、そういうのもあるある、あるあるよ、結構私そういうのあるあるなんですよね。なかったことになってるやつね。なんかね、そうテレビ収録とかもね、結構私そういうの多いんですよ。ま、あるあるですね。そう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 。だからあの日は生放送の時はね、ちゃんとお腹の音もね使われました。生放送だったから。スペシャル動画なのかな。そっか、メイキング、なんだろう、なんかに、なんかなのかな。逆にスペシャル動画になっても恥ずかしい。途中から何言ってるか分からないから本当に違う、多分感想は普通に言えました。結構練習したから、感想は何言うか練習して、マネージャーさんにも聞いてもらって OK って言われたから。でもその後の項目でなんか途中から何言ってるか分かんなくなった。言葉が意味わかんなくなっちゃった。言葉が接続語とかなんかいろいろおかしくなった。なんかめっちゃ緊張しちゃって途中から。びっくりや。うん、どうやろう。で
ても先輩方も多分優しいから、私が 何を言ってるのか分かんなかったも、うんうんうんって聞いてくれそう。そう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 。とか。いや、ほんと言葉にするの難しいよね。思ってること言葉に出せる人すごいよ。難しい。うん、そう。さらに1対1ならまだしも、そう、何人かを前にして自分の気持ちを言うのって難しい。なんでか。うん。後からね、あ、こう言えばよかったなっていうのはいっぱいあるんですけどね。でもそう、慣れですよね。インタビューってかも最近やっと、なんか自分の言いたいことを言えるようになってきましたもんね。だいぶゆっくり話したらいいんだね。え、そうですよ。もうちっちゃい頃からやっぱそうやって人前で話すことに慣れておくことがいいんかいな。配信では話せてる気がするけど、そうだよ、もうめっちゃいろいろ学んでます。失敗もするけど。失敗するたびにもなんか気づくこともあるなって思いますね。失敗するよね。そう、最近はほんと失敗してもう次こうすればいいのかなって思うようになった。前まではあーもうやだもうダメだってなって、なんかもう殻に閉じこもるみたいな感じだったんですけど、何も思い出したくないってなってたけど、今はいい状態ですね。次こうしようって、失敗したことに気づかない。おお、そのバージョンもあるんですね。それはないな。
結構私ちょっとしたことも失敗だって思って、でも意外と周りは良かったよっていうことが多いですね。そうそう。結局、まあ結局正解ではないけど良かったよねって時もあるしね。流れって大事、めっちゃその時の流れ、事前の準備も大事だけど、ね。うん、そうだね。わ、難しいものです。難しいけど、頑張ろうと。とりあえずできることはする、自分ができることはちゃんとする。そのカメラが回ってない時にちゃんと伝えるべきことは伝えた方がいいなって思うし、ちゃんとしなきゃね。とりあえず今日もね、レッスンがもあったので確認作業ですね。レッスンは参加できてないんですけど、動画とか見て求めたい立ち位置とか全部なんか頭がこんがらがってきた。そう、ちょっと早めにレッスン上行きたいんですよね。早めに行って練習しようかなって思ったり、そうそう動画で覚えますね。でまあ、うん、細かいとこがさ見えないんですよね。今のはどうやったんで。そう今日はね結構詰め詰めだったみたいで、そうだよ、そう確認していかなきゃね。できてなかったらね、もうそれだけで周りの人に迷惑かけちゃうしね、みんなで作り上げていくものなので、
張るわけにはいかないんですね。そう、一瞬の手をパーにするのかグーにするのかみたいな。とか、うん、数字で、数字と感覚で覚えますよ。チョキはどうやろ、チョキチョキね、チョキもあるかも。不意によってはね、そうそうそう。ビビハート、そうだね、メイキング撮影。なんかいつもコンサートの時してるけどね。どうなるのかね。何するか。割とある。こんばんは、こんばんは。仕事頑張れ。体調、はい、もう私寝れたらね、いけるんですよ。頑丈なんですよ。なんか、お、同じ。寝れてる、うん、寝れてる。移動中寝れるけんね、いいよね。そうそうそう、頑張るの好きだから、みんなのために。うん、全然使ってないですよ、全然全然。楽しんでる。私はロングスリーパーですね。ロングロング。あー、遠征疲れる。うん、ぜひぜひ見てくれたら嬉しい。頑張るので。エナドリエナジーで。明日はどうでしょうか。明日は飲むのか飲まないのか、どっちやん。どっちやん。
わかんない、明日の気持ちで変わるんで。多分疲れてたら飲みたくなると思う。でもそこまでだったら全然水かもしれん。そう水の時も水の方がいいもんね多分。水の方がいい時もあるもんね。お茶も好きですけどね。そうそうそう、水の方がいいのか。スポーツドリンクもねいいですね。そうそうそう、そうアイスボックスというのもありです。キャンペーンはね4月4日からですが、しかも時間もあった。4月4日の11時。なんかね STU パッケージのねアイスボックスがねあるみたいです。そうそうそうなんですよ。4カラーあるって書いてあったけど、4カラー ST パッケージの4カラーとあともう一つアイスボックスの、なんかねキャンペーンのやつはね結構ね詳細見とかんとねちょっと難しいかも。そうそう、ね、冷凍庫準備しとかな。そうレシートを残しとかんと。そうそうそう、写真撮ってなんか応募の仕方とかね。楽しみです。私もまだ見てないんだけどね、どんな感じになるか。仕事りしてないですよ。そうレシートねもらってくださいね。そう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 、取り方もね結構正確にでしたよ。全部映るようにとか、なんかか私もまだ見てない。そうレシートくださいって言わない。そう結構うん結構大変大変よ。領収書うんと公式サイトね下の方にね
構詳細あるので、そっちの方が画像で見やすいかも。まあでもキャンペーンね、参加する方はってことですね。普通にね、食べる方もいらっしゃると思うけど、そうそうそう、嬉しいですよ本当にね、選んでもらってありがたい。うん、嬉しいです。なんだ、ももまるくん、くまありがとう。ももまるくん、まる、幕張初お話し会でした、ありがとう。おー、ありがとう。初お話し会記念すべき、ももまるくん、今日桜見た、遠目に満開の、東京で遠目に満開の桜見て感動した。めっちゃ感動するよね、私桜。ももまるくん、ありがとう。また会おう。そう、桜好き。やっぱピンクとか白の色が好きなんだ私。好きになるもの、ほぼピンクとか白。すぐちっちゃいもんね、桜は。そうそう、淡いピンクが好き。そうそうそう。あとペライトはね、赤と黄色で。でも気に入ってますよ、赤と黄色も。ほんと見つけやすいので。自画自賛ですけどね、赤と黄色が本当に一番見つけやすいんじゃないか説。自画自賛。目立つ目立つ。そう、あのどこでも一番後ろもでも見えるからね。
そうなんですよ。そうそうそう。信号にしてみるか。ね、囲まれる？そうだね。意外と赤と黄色っていうなんか看板とか色味結構ありますね。YouTube の絵面白かった、ありがとう。ラボね、 STU ラボね。そうそうそう。じゃあ誕生買ったら意味します。今から買ってくる。そうなんです、今買った。ももまるくん、ぼんちゃん、にのまるさん、神戸のひっきーさん、たんたんさん、2学期は学級委員さん、立花隼人さん、こっぺさん、ふじぽんさん、F 渋谷さん、長尾ちゃん、かきひろさん、BO さん、ちんちらさん、きちねさん、大西くん、ミッドナイトシュガーさん、まいせんさん、さとるんさん、おくさん、くまきち、くまおさん、たかのりさん、ころすけさん、くろくまさん、かいちゃん、えびすさん、なおさん、めみふぃさん、ぜーたんさん、メガバイトちゃん、犬ちゃん、ソウルメイトさん、りょうでーさん、TM さん、ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。はい、また来てくだされ。いやそういや、どうしよう、髪型迷うな。そうです、6周年コンサート。迷う迷う、昼と夜と。悩み悩み。考えとこう。3公演全部変えたいけどね。
あと5分ほど。やばいほど可愛いねって、やばいほど。髪伸ばし中。前髪どうしよう。なんか結構長めにしてくるんくるんみたいなしてみたいけど、やり方が分かんなくて全然できない。やり方が分かんない。そう、千代さんとかみちさんみたいな前髪にしてみたい。でも私結構顔汗が出てくるんで、もしそれでね暴れる可能性もあり。やってみたいけどね。どうやってしてんだろうな。髪質もありそう。へいへい。猫っけ。髪が細いからすぐねストーンってなんだよね。猫っけ。でもメイクさんにはめっちゃなんか扱いやすいって褒められるけど、じゃあありがとうございました。バーイ。
た明日。